皆さん、ポコニャチは。お、ポコニャンが東京から帰ってきたな。ウームの忘年会に行ってたのよね。あ、ただいま二人とも。お帰りポコニャン。どうだった？ウームの忘年会は楽しかったか？うん、いろんな人とお話できて、とっても楽しかったよ。いろんな人が忘年会の動画を上げてたけど、映り込んだりしてなかった。あ、それなんだけどさ、やはり皆さんはその辺のプロで。僕たち顔出ししてないメンバーは、映り込まないように配慮してくれたんだよね。おお、それはありがたいな。でも、たとえ映ってたとしても、どれが僕らだなんてきっとわからないしね。そうね、判断しようがないものね。そうそう、ちなみにウームの忘年会といえば、カラオケとビンゴ大会が有名だよな。今年はそれに加えてクイズ大会もあったよ。何かいい景品は当たったの？それなんだけどさ、ヨシさんとアニキーはビンゴ大会で景品をゲットしてたんだけど、僕は最後の最後までビンゴすることができなかったよ。それはきっと、モンストのガチャ動画で運を使い果たしてるからね。やっとそうなのかな。それはそうと、お前が留守の間に、何やら荷物が届いていたぞ。あ、そうなんだ。私たちもまだ中身は見てないんだけど、送り先の宛名が日本ゲーム大賞運営事務局ってなってるわね。何か心当たりはあるのか？全く身に覚えがないな。とりあえず開けてみようか。そうしようそうしよう。中身はこんな感じだね。何日本ゲーム大賞2015、フューチャー賞部門、来場者投票検証、当選のお知らせ、か。モンソンクロスが当たった。なんだって。というわけで、家に帰ったらなぜかモンハンクロスが当たっていました。実際に当たってたのはコミチンだけどな。そういうめたい発言はいいんだよ。でも、モンハンクロスといえば、実況でもやってるぐらいだし、もう持ってるわよね。そうなんだよね。だから、これはきっと神様が、視聴者さんにプレゼントしなさいよって言ってるんだと思うんだよね。タイミングもクリスマスだし、めちゃくちゃいいクリスマスプレゼントじゃないか。まあ、実際に送られてくるのは、年が明けてからになるだろうけどね。応募の仕方はどうすればいいの？応募はこの動画のコメント欄へお願いします。その際に、僕の動画への感想とかを書いてくれると嬉しいです。コメントは一人一回までか？そりゃそうよ、いくつも書くとスパム扱いされてそもそも応募自体ができなくなるわよ。そうだね、一人一回の書き込みでお願いします。ちなみに、もう一つだけ重要な参加条件があって。なんだなんだ。私はなんとなくわかるわよ。これ自体はもともとコミチンが当たったゲームだから、プレゼントの応募条件として、この動画に高評価をしてほしいんだってさ。なんだそんなことか。さすが高評価チェックの鬼ね、私の思った通りだったわ。視聴者さんに損になることはないと思いますので、ぜひコメントと高評価をお願いいたします。でも、もう持ってる人からしたら、面白くもなんともない企画だな。そうなんだよね、だから申し訳ないんだけど、ソフトのパッケージに僕のサインをさせてもらいました。おお、お前のサインなんて初めて見たぜ。そりゃそうだよ、初めて書いたんだから。じゃあ、これがあんたのサイン第1号になるわけね。そういうことです。もし当選者の人からご希望があれば、宛名も書かせていただきます。あ、そういえば、応募の期間をまだ言ってないぞ。そうだったね。応募の期間は、ちょっと短いんだけど、今週の日曜日27日までのコメントまでにさせていただきます。当選者の発表はするの？動画で発表したいと思います。じゃあ、応募の条件や応募の期間を、改めて載せておきますので。参加してくれる方は、ルールを守ってご参加ください。たくさん参加してくれるといいわね。そうだね、みんなでワクワクできる企画になったら嬉しいよ。ソフトを当ててくれたコミチンにも感謝だな。今年の締めくくりに、まさかこんな企画ができると思わなかったから。コミチンにも感謝だね。もし好評だったら、今後も定期的にこういう企画もやっていきたいので、たくさんのご応募待ってるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。